よほ皆さんこんにちは、ジジジチャンネルの味噌汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルに来てくれてありがとうございます。さてさて、本日はファイナルファンタジー9の実況をしていきたいと思います。前回の続き、まあ簡単に言いますと、ガーネット姫をみんなで捕まえようの回です。誰が最初に見つけるでしょうか、ちゃんちゃんです。では進めていきたいと思います。スタイナーを操っていきます。ではではでは、プルート隊をね、見つけなければならないですね。ここは違った劇場でした。ではプルート隊を探していきましょう。でさ、あの話やっぱり本当の話みたいなんだよ。こらー、そんなことは聞いたなー。ということで早速二人見つけました。ではね、他の子を探していきましょう。あれ？コック長がどう見ても、あれね、なんかちょっと迷い込んだんですけど、キッチンに。コック長がどう見ても、あれでみたいな見た目してるんですけどね。後でわかるんですかね。では次行きましょう。探していきましょう。お！それらしい人を発見したぞ。僕はこんな兵隊の格好をしているより本当は文章を変えて日々の糧を得たいんです。脱退は許さない。貴様まだプルート隊に入ったばかりではないか。うえーん、すまんな。この世は厳しいや。そんな簡単に辞めさせるわけにはいかん。では次のプルート隊を剥がしたいと思います。お、芝居の方は盛況でようであるの。しかし芝居が終わる前に姫様を見つけないとブラネ女王にこっぴどく叱られてしまう。しかもまたベアトリクスたちのお笑い草にされてしまうではないか。急がねば。さあいたぞ。ん、こうやって水面を眺めているととても心が落ち着きます。隊長も一緒に座って眺めませんか。それどころではない。我々はブラネ様の命令でガーネット姫を探さねばならんだ。何ですと？姫様はこのハーゲンにお任せあれ。ハーゲンダッツが食べたくなるな。では次。見つけたぜ。ナンパしておったよこやつ。許すまじ。まあこんなねハイレグのお姉ちゃんいたらナンパしたくなりますね。では次。まったくプルート隊、けしからんやつばかりだ。ちゃんと仕事をしろ。ぐるぐるの階段が来ました。道なりに進んでいきますね。お、いたぞ。あれはまさか、プルト隊。疲れましたですわ。お、もしかしてスタイナー隊長も喧嘩のために登られているんですかな。違う違う違う、今ガーネット姫を探しておるのだ。この塔の上に姫様はおられるのか。ところでプルト隊全員にはもうご命令されたのですかな。まだ自分以外の8名のうち6名しか見つけておらぬ。ほう、初代切手の情報収集コンビ、ブルツェンとコヘルに命令されたのですな。それから、ほう、心を打つ文章を書かせたら、東大1のラウダに命令されたのですかな。それから、ほう、町の女の子の名前は全部知っているというワイマールに命令されたのですかな。それから、ほう、城下町の地理にとても明るいハーゲンに命令されたのですかな。なるほど。今までで命令した人のことを教えてくれましたね。よく知ってらっしゃる。では上に登っていきます。ふぅ、疲れたわい。いや、疲れてる場合ではない。姫様を探さねば。あれ？追っかけっこしている。いやいや、あれは、ガーネット姫様ではありませぬか。俗に追いかけられているご様子、今お助けに参りますぞー。カシャンカシャン飛んでますね。ムービーです。
あれ、ガーネット姫はどこへ行ったんだ。いや、行ってんだんだんだ。戻ってきましたね。あっちには何があったんだ。なんか宝箱でもあるのか。なさそう。ではガーネット姫を追っかけていきましょう。キャー、何すんねや。ちょっとあんたな、うちにぶつかっといて謝りもせえへんの。申し訳ありません。事情があり、急いでいたものですから。もう、うちこれから舞台に出る用意せなあかんのに。ちょっとジタン、聞いてえな。この子むちゃくちゃやねん。そんなことよりも、その子と話させてくれ。ちょっと、そんなことってどういう意味やの。あ、ルビー、今回話は後だ。ごめんよ、ルビー。さあ、ガーネット姫、追い詰めたぞ。はぁ、やっと観念してくれたようだな。ま、計画とは違ったけど、これで誘拐作戦もバッチリだぜ。あなた、もしかしてこの劇場邸の方かしら。参ったな。やっぱりバレてたのか。ご存知かもしれないのですけれど、実は、私は、アレクサンドリア王女のガーネット・ティル・アレクサンドルスなのです。あなたを見込んでのお願いがあります。今すぐ、私を誘拐してくださらないかしら。なんだって？それじゃあべこべ。お手が来たようです。なんだか訳ありのようだな。よし、ここは一つ俺に任せな。ありがとう、恩に来ます。それでは王女様、今から私めがあなた様を誘拐させていただきます。何もたもたしてるずら、早くこっちへ来るずら。ガーネット姫、心配しなくていいよ。こいつは仲間のシナってやつだ。そうなのですか。それは驚いたりして大変申し訳ありませんでした。でもまあ、その面じゃガーネット姫が驚くのも無理ないぜ。だとは、これでも毎朝きちんと手入れしてるずら。姫様じゃあ、ついてくるずらよ。よし、シナについていこう。さあ、スタイナーから逃げろ。姫様、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 来るのが遅い。すみませんであります。おしな、こっちへ来ても行き止まりじゃないのか。ふふふ、こんなこともあるかと思ってたずら。いや、こう。こんな仕掛けを作っておいたずら。姫様、さあ飛び込みづらよ。姫様、この穴の中か。自分が行くであります。よいしょ。にゃーにゃ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 。こら、何しとる。体調動けません。がーくそー。うまくいったぜ。さあ、中身は誰なのか気になりますね。はっ、なかなか身軽だな、お姫様。思わず惚れちまいそうだぜ。覚悟を決めて城を飛び出したからには、これくらいのことなんて平気ですわ。まったく、お姫様にしておくのが惜しいね。そのような話は後にして、さあ行きましょう。さあ、後にして、ここはどこだ？進んでいきましょう。よいしょ。なんかあるかな？探索探索。
それでは先に進んでいきたいと思います。うわっ、バタレイ。姫様、このスタイナーがお助けに参上いたしましたぞ。ガーネット姫、ご安心のほど。いいぞ、プロトタイ、始まって以来のチームワークだ。なんてね、大丈夫だよ。俺たちが無事に誘拐させていただきます。なねえ、お主何者だ。ガーネット姫を、お守りするのは、俺たちだ。さあ、対プルート。プルートじゃない、対スタイナー。対スタイナーやっていきましょう。盗めるのかな？盗んでいきましょう。シルクの服を盗んだ。いいですね。幸先好調。盗め。お、革の帽子を盗んだ。幸先好調。何も持っていない。なんだと？スタイナー盗みやすすぎか。では倒していきましょう。むむ、こうなったら、なんだ、必殺技が来るのか？怖ー。無理無視だー。しまったー。本意的で知らない技を出すものではない。無理無視がいっぱい出てきた。さあ、今のうちだ。今宵はいよいよ我が娘コーネリア姫とシュナイダー王子との祝言。これでシュナイダー王子は我が意のまま、そしてサスーン国も思いのままよ。うわっ、はっはっはっは。怪しい男を捕まえたでよ。これは面白い。マーカスではないか。いかにそなたがコーネリアのことを愛していようとも、またいかにコーネリアがそなたのことを愛していたとしても、貴様のような身分の低い者との結婚を認めるわけにはいかぬのだ。この鐘があと三つ鳴った時、貴様には消えてもらうとしよう。どうします？行き止まりですよ。困った。ジタンナンバー2に乗るずら。よし、ガーネット姫、こっちだ。そうはさせんぞ。ごめん。あと一つ。姫様、みんなこのまま姉妹を続けてくれ。お、ここは一体どこでござるか。コーネリア。恋人役のマーカスだ。マーカス。そうそう、その調子。お芝居には少し興味がありましたの。よし、しばらくは芝居を続けよう。ブラネ女王も見てるはずだしな。マーカス、会いたかった。もう離れたくありません。このまま私を。ガーネット側だった。もう離れたくありません。このまま私をどこかへ連れててくださいまし。どうだい、レア王さんよ。二人の仲を認めてやってくれよ。ダメだ。もう離れたくないだと。ならん、それはならん。コーネリアはこのシュナイダー王子と結婚するのだ。のう、シュナイダー王子。自分と姫がでありますか？えい、歯向かう奴は皆殺した。ぐっ、痛いでよ。叶わないでよ。コーネリアよ、さあ父と一緒に城へ帰るのだ。嫌です、私もう嫌です。コーネリア、もうこれ以上父を困らせないでくれ。お前のためを思ってその結婚なのだ。分かってくれ。そうはさせまいぞ、レア王。今こそ年貢の納め時、親の仇、そして愛するコーネリアのため、この刃に物を言わせてやる。どうして。マークス
めんね。こんな人でも私の父なのです、コーネリア。父上、わがままばかりで申し訳ありませんでした。でもどうかマーカスを許してくださいまし。なんてことだ、もうコーネリアの声は聞けないのか。もうコーネリアの温かいぬくもりに触れられないのか。こうなればもう俺が生きている意味はない。ぐっ、マーカス。今年の芝居はいいわ。泣かせるじゃないの。そういえばガーネットはどうしてるかしら。ひどい泣き声。くー、いい芝居だったぜ。うん、そうだね。これでこそ頑張って屋根の上を登ってきたって甲斐があるもんだなあ。おい、あ、やべ、逃げるぞ。ただみは許さんぞ。いで、バカ置いてくぞ。だけどプルトタイだね。こんなとこまで。父を許してくれ、姫様。ごめんなさい。これまで、マダンガ。来ないで。あ、熱い、熱い。ジュタン、そろそろ潮時だ。これで劇団タンダルスもおしめだな。ガーネット姫、逃げるぞ。何が何だかわからないぞ。スタイナー、もうこれ以上私を追いかけないでください。隊長、どうすればいいでありますか。むそういうわけにはいかないであります。相変わらず頑固者ね。このやつ放っておいて早く行こう。おい、お前大丈夫か。うん、ちょっとこけただけ。姫様、覚悟なされい。まったく屈辱やつだぜ。やんのか。まったくしつこいやつは嫌われるよ。さあ倒していきましょう。娘なさそうですね。隊長、逃げましょうよ。逃げた。デートに遅れちゃう。戦う。貴様、それでもプルト解体か。なんのこれ式。準備完了したぞらよ。うむ、こっちもオッケーだ。出発進行だ。さあ、城からボムの大砲が飛んできました。スタイナー、気づいて、後ろにはボムがいるよ。戦う、
スタイナー、スタイナー気づいて、スタイナー大きくなってるよ、ボムが。大丈夫スタイナー、おっさん後ろを見ろ。そのような手には騙されんぞ。お願いスタイナー、後ろを見て。やばいやばいスタイナー、気をつけて、後ろ後ろを即死するよ。大きくなってる、どんどん大きくなってるスタイナー、逃げて。えい、観念するのは、いや観念するのはお前や。後ろを見て、後ろ、ボムがデビまで、うえー大きくなってる、ボムが、うわー、そうそうと気づいた、スタイナー遅いよ、何してたんだい。あの小娘が、まだ子供だと思っていたのに、まさかあんな大胆なことを考えていたとは。ゾーン、ソーン、例のものはもう使えるようになったのか。もう実験で使えるレベルでおじゃるよ。ガーネット姫なんて一コロでごじゃるよ。誰が殺せと言った。ガーネット姫は必ず生かして連れ戻せ。さあ、怪しげな森に船が落ちてしまいましたね。城から撃たれた大砲元一ボムで船が壊れてしまったようですね。いでででで、怪我はねえかしな。オイラはなんとか大丈夫だけど、プリマビスタの方はもうダメずら。こいつは面白くなってきやがった。よりによってこの森に落ちるとはな。今までここに落ちて生きて出たやつはいないずら。え、ボス大変だ、下で火が出た、あちこちで燃えてて手に負えないぜ。弱音を吐いている暇はねえ、火を消し止める方法を考えろ。怪我人を助け出すのも忘れんな。よし、わかった、使えそうなもん全部だ。了解ずら。諦めない、それがタンタラス団。早く火を消してくれずら。さあ、怪我人を運び出す。雑だな、雑だな。下にいる人今死んだんじゃないの？はい。ガーネット姫様。お、ジタン身軽だね。やっぱり生きてたずらね、ジタン。飛行中の飛空艇から飛び降りるなんていくらジタンでも無茶しすぎずら。墜落の衝撃で吹っ飛ばされたんだ。そんなことより他のみんなは無事なのか。それなら全然心配いらないずら。みんな悪運が強いからピンピンしてるずら。でもこのままじゃ吊るし首になるずら。ガーネット姫がどこにも見つからないずら。アクティブタイプイベント、おい、さあ押してみましょう。森の番人。
うわあ、大丈夫ですか？まだ来てる？あ、危ない！さあ、ガーネット姫が襲われてしまったこの森の奥ですね。では、ここにセーブポイントがあるので、今日はここまでにしたいと思います。はい、というわけでですね、森の奥に、ガーネットとビビが取り残されているみたいですね。ただここでセーブポイントがあるので今日はここまでにしたいと思います。次回はガーネット姫を救い出そうと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の赤いボタンをタップまたはクリックでできるのでぜひよろしくお願いします。じゃあねー。